皆さんこんにちは、管理栄養士の永吉美音子です。秋もだいぶ深まってきました。ということで今日の即決バランスクッキングは、秋の味覚きのこと鮭、そしてコーンを使った炊き込みご飯を作っていきたいと思います。文字通り本当に炊き込むだけで具沢山でボリュームがあって、そして一皿で栄養バランスも取れたご飯を作ることができます。本当に簡単なので、ぜひ一緒に作っていただけたら嬉しいです。それでは今日のクッキングもスタートします。材料はこちらにあるものをご用意ください。まず最初にご飯をしっかりお水に浸水させておきます。調味料を加える炊き込みご飯は、ご飯から調味料に引っ張られてお水が出て固くなってしまいがちなので、しっかりお水につけるようにしましょう。お水の量は通常2合炊くときと同じで大丈夫です。30分くらい浸水させましょう。次に調味料を加えていくのですが、この加えるタイミングが炊き込みご飯を美味しく作る最大のポイントになります。ご飯をしっかり浸水させてから炊く直前に、調味料の分のお水を捨てた後に調味料を入れましょう。今日は大さじ7杯分の調味料が入りますので、浸水した後大さじ7杯分お水をまず抜いておきます。お水を抜いた後に調味料を入れます。調味料はお醤油、それからお酒、そしてみりんの3つです。調味料が入ったらどんどん具材を入れていきます。まずコーンを入れて、その後ほぐしながら舞茸を入れます。結構モリモリになりますが構わず、この上に鮭を乗せていきます。具材が入ったら、あとは通常通り炊飯していけば完成になります。美味しそうに炊き上がりました。具材が炊き上がったら、あとは鮭の皮と骨を外してよく混ぜて完成になります。皮はお好みで大丈夫ですが、骨は外しておきましょう。鮭をほぐすようによく混ぜていきます。はい、ちょっとお焦げもできてきてすごく美味しそうですね。よく混ぜたら炊き込みご飯の完成になります。とっても簡単なので、ぜひ作ってみてください。